どうもタブヤンです。今回はカルチャーブレインさんの 3DS ダウンロードソフトウルトラスタジアムやってみたいと思います。私攻撃当たった。どうだ、アウトか。さあこのゲームちょっとドラゴンファイヤー、超人技きた、ファール。さあこのゲーム下画面で情報が出るので、2画面でやりましょうかね。はい、行きましょう。 A ボタンが打つ。私がね、なんか日本代表的なチームですね。長い体験版でやっております。あらま、タイミングが難しい。わー、キャッチされた、ナイスキャッチされた。三者凡退。さあ、ピッチャーですね。ストレート、球種を選んでコースを投げる。あ、打たれた。ほらほらほら、落下地点を教えてくれるんだね。さあ守備はマニュアルでいきたいと思います。ストレート押しでいこう。外角高め、いいとこストレートで。球種が他にもあるのかな。スライダー、ほうほうほう、インコース、スライダー、ストライク。オッケー、じゃあフォークでいこうか。フォーク、どうだ。あーっと、ピッチャー間に合うか。あー、オッケー。あとね、超人プレイっていうのがあるんだよね。それがこのゲームの特徴。ツーストライクにまず追い込みたいね。あー、打たれた。ファールフライ、余裕でキャッチできる。遅いなボール。超人プレイ出すまでもなかったぜ。さあバッティングで超人プレイ出してみようか。これスーパータワー打法。パワースーパータワー打法。え、打ち上げるだけ。超人ポイントっていうのが残り17ポイント。スーパーパワー打法。あ、ファールかい。ダメじゃん。あ、エラーした。普通でいこう。惜しい。この大川ってホームラン55本ですからね。あー、下手くそ。あ、ドラゴンファイヤー来た。じゃあこっちも行こうか。超人プレイ、弾丸打法、超人対決。あー、180キロ。くそ、リプレイいらん。よーし、叩きつけるバッティング、ナイスバッティング。1点取りたいね。体験版なので、3回まででと決まっております。よーし、連打きた。ジャパンオールスターズですからね、私強いんですよ。実名選手はいないみたいだけどね。高め、あー、振らされた。どうだー、いったか、これアウト。戻れ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 。あー、ゲッツー食らっちまったー、マジかー。大切なチャンスを逃してしまいましたね。超人プレイ、ビッグマウント。うわー、富士山のことか、ビッグマウント。
ああ、そういうこと？ただのふんわりボールやん。ストライク。ストライク。何それ。いやいや、リプレイいらんよ。いらんいらん。これ緩急の差でもう触れないでしょ、これは。ストライク。ほらね。フォークいっちゃいましょうか。フォーク。フォークで三振。ボール。振らないのかい。こいつ全然、トラジローホームラン69本じゃん。すごいな。これビッグマウントでもう仕留めようか。ホームラン69本って。相手チーム、トラジロー。三振だ！あこれ、いらん、リプレイいらん。武蔵、ホームラン42本。外角でちょっと仕留めていこう。高め。いいね。そしてスライダー、インコース。三球三振じゃね？オッケー。代打？誰？田中弟。あ、打たれた。これダメだ。硬いね。X で超人プレイできるんだ。あ、また代打？代打構成来るね。牽制球。ダイソー。牽制球。セーブ。OK。どうしようか。A ボタン。あ、なんか間違ったぞ。ど真ん中行っちゃった。インコース。めっちゃ大したことないやん、こいつ。よし、これフォークだな。フォークで三振だ。フォーク。ボール。ダメか。じゃあ超人プレイでいこうか。ビッグマウント。ビッグマウントで三振だ。富士山。いつ落ちてくるかわからない。な。ナイスピッチング。さあ、最終回1点取ろう。代打構成いこう、代打。誰がいる？あ、全然大したやついないじゃん。ダメだね。やめよう。ストライク。あ、くそ。あ、シュートかけられた。くそ。シュート、フォーク、カーブ。あー、高め打たされた。ポテンヒットもあるよ。ないか。もう超人ポイント2ポイントしか残ってないんだもんな。ストライク。あー、点取りたいな。ビッグマウント、おし、逆に打ってやろうじゃないか。強打でビッグマウント来た。5、4、3、2、1、おい、三振。かー、ビッグマウントめ。さあ、1番バッター来たよ。ストライク。ここは打ちたい。あー、やばい、追い込まれた。難しい。ナイス、クリーンヒット。さあ、つないだよ。2番バッター、井川。ストライク。ピッチャー強襲。よーし、形作りましたよ、クリーンナップに。さあ、可能性を残した。長い。ファウルか。あー、惜しいな。決めきれなかった。追い込まれた。あ、ビッグマウント来た。ダメだこりゃ。
どこらへん？どこらへん？おーっしゃ、惜しい。一応捉えたのにな。得点取れませんでした。勝ちはなくなった。ちょっとピッチャー変えようか。ピッチャー交代。誰にしよう、ボ、サカキにしようか。抑え。ストレート。ストライク。ストレート押しだ。ストライク。スローボール。外角ばっかり。ああ、おらおらおら。センター手、ほぼ定位置。イエーイ。インコースちょっとやってみようか。9番桐生、ホームラン35本。ああ、抜かれた。さよならのランナーを出してしまいました。外角低め。いいね。フォークをね、インコースに。ボール球でもいいよ。振らないな。インコース高め。のけぞらせて、スローボールで、ちゃっ、ナイスキャッチ。今、セカンド、ゲッツーいけたな。忍びか。ストライク。フォーク。ボール。ねえ、ストレート。よし、フェアグラウンド。ああ、すごい跳ねるね、ボールが。カーブがあるね、この人。カーブ。ストライク。いいじゃない。ゲームセット。体験版ではここまでしかプレイできません。続きは製品版でお楽しみください。超人ベースボールスタジアムでした。ダウンロードソフトでね、500円で販売してますんで、よかったらやってみてください。それでは次のレトロゲームで、またレトロ野球ゲームでまたお会いしましょう。レトロじゃないけどね。それではまた、さよなら。